でどういう理念を掲げているかといいますと、皆さんにもお配りした資料の中にもあるとは思うんですけれども、3つ掲げています。1つは安全保障関連法の廃止ですね、安保法制の廃止で、もう1つが立憲主義の回復ですね。で最後に、個人の尊厳を擁護する政治の実現というものを、掲げています。これは、とりわけ、生存権や教育権、労働権などを中心に憲法でいうと13条、24条、25条、26条、27条、8条、28条ですねの確立に向けた、動きっていうのを目指して、これを目的にして関西市民連合は、選挙に向けた動きを、行っていくということになります。これが理念ということになりますね。で一つですね、今現政権が、特にこの野党のですね5党の、まあ、選挙に向かっての共闘に関してですね、あたかもこの集団的自衛権、それから立憲主義を取り戻すというこの野党共闘に対して、まあ、思想信条を違いをですね、それぞれ各党野党が持っている思想信条の違いを無視した野望だという批判が、まあ、始まっていますけれども、私たちが考える、まあ、私が考える今回の共闘、野党共闘というのはまさに思想信条の自由を保障する憲法を取り戻す、それがなければ思想信条の違いをお互い認め合うということができない。で憲法というのはそうした個人の思想信条の自由を守るためので、今回の市民連合ではそれを個人の尊厳という形で呼んでいますけれども、その土台が今現政権で踏みにじられているということで、ですからいかに今の現政権が憲法立憲主義の精神を理解していないかというのがこの批判にも私は表れていると思います。まあ今回ですね、こうして3つの柱を立てて、主権者である市民としての一人一人の判断で現政権の違憲状態を正そうとしているのは、自由と平和を求めるそれぞれの、異なる生き方を可能にするのが立憲主義だという、そうした一つの思いで集まっています。そして実は私は与党の中にも実際、その野党を批判する際に思想信条というのであれば、それぞれの各与党の政治家も本来自らの思想信条に従って忠実にしていれば、政治活動を行っていれば今の安倍政権に対して実際には反対、批判的な態度を持つ政治家も私は存在していると信じています。ですのでこの市民連合は政党の動きではありませんので、そうした与党にも、中長期的には与党の中にもいるはずのしっかりとした立憲主義を理解していく政治家の方々にも訴えられていけるような、そういう広範な運動が今後できていければと思っています。で私も個人として、それから学者の会の一人として、そうした市民運動の動きをですね、できるだけ多くの主権者、有権者、それから市民、日本に住んでいる市民の方に広げていく活動を一緒に連帯して、していきたい、継続していきたいと思っています。以上です。